デヨングのセンターバックはありですかって言っていいデヨングのセンターバック費用はでもあれだね。やっぱ AI でもやっぱ、デヨン、あの時にデリフト来てたらどうなんだろうな。今のデリフトの感じ見ると PK の後継者には慣れてなさとそうだけどね。今、デヨングのセンターバック、ここで言ってるじゃん。よく。フレンキー・デヨングは非常に多彩で、そのテクニカルなスキルとフットボールの理解度は彼をフィールド上の様々な位置でプレーするのを適した選手にします。 しかし、彼の最も自然なポジションはミッドフィールダーであり、そこで彼の能力を最大限に活かすことができます。彼はセンターバックとして使うことは理論的には可能ですが、それは彼の特性を最大限に活用するのではなく、むしろ特定の状況や戦術的な要求に対応するためでしょう。センターバックは防御に重点を置いたポジションであり、日本軍ングの創造的なパス能力や攻撃的な特性はそこではそれほど価値を発揮しないかもしれません。分かってねえなー。<laughs> AI、まだまだですね。レオザメットも知ってるか聞いたら知らんかったと思うんだよな。確か前、前 ね、ビッグデータみたいなの使ってやってるから。